こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です、食事の改善、できるだけいい結果欲しいなというのがあります。私もお伝えしたからには皆さんにいい結果を出してほしいっていうのがすごいこういつも思っているところなんですけれども、この出やすい人出にくい人っていうのはいろんな傾向があります。で、一つ目の動画でお伝えしたのが、生活習慣全般がすごく影響しているので、食事だけじゃなく他の要素も考えてみてねというのがあります。で、二つ目としてすごく影響が大きいのは、一般論でいいと言われていることはみんな万人に向けて 100% 結果が出るということではないんですね。で、こう多くの人に伝えるとき、セミナーとか本とか、こういう動画なんかでお伝えするときは、多くの人に結果が出やすいこととして伝えてるんですけど、その方法が自分に合ってるのかどうかということがすごく大きいと思います。私はご飯を食べるっていうのを提案していますけれども、ご飯を食べることっていうのは特に量を増やしたとき、胃腸がちゃんとそれに合わせて機能してるかどうかっていうことがすごく違いになってくるんですね。やっぱりうまくいかない方に多いのは胃腸が適応してない。で、なんで適応しないのかというのは、これは今までのその方の過去の食生活が大きく影響しているんですね。で、今までの食生活で今の体調とか体質が出来上がっています。で、それを食事を変えた時、今までと違うものにした時にはやっぱり合わないこともあるわけです。で、それを徐々に合わせていく、適応していくっていうことが大事で、いきなりガンと食事を変えてガラッと体も変わるっていうのはなかなか難しいわけですね。ですので、自分の状態に合わせながら徐々に変えていくっていうことがすごく大切になります。で、特に今までご飯をほとんど食べてなかった方とか、どちらかというと小食で食事量が少なかった方、あとはサプリメントとかスムージーとか、噛まない固形物じゃないものが多かった方とか、1日1食なんかもそうなんですけど、あと断食を繰り返していた方なんかは傾向として胃腸の機能、あと咀嚼機能なんかが弱くなっている方がいらっしゃるんですね。で、そういう方の場合、しっかり食べる食事をした時、体がびっくりしてちょっとこう無理だよっていうサインを出すことがありまして、それがちょっとした不調として現れてきたりもしますので、いきなりね、頑張りすぎないっていうところが大切で、自分の今の状態に合わせて徐々に変えていく。で、体っていうのは環境を変えるとそれに合わせて変化していきますから、そこを目指していっていただけたらなと思います。ですね、2つ目のポイントとしては、自分に合ってるのかどうなのか、自分の状態を見ながら変えていくっていうことが大事で、いきなり変えてもスッと適応できる方っていうのもいらっしゃいます。でも意外とうまくいかない人に多いのは、合ってないのに頑張りすぎてるという、そんなことがありますので、合わせながら体を変えていくっていう、そんなことを、やってみていただけたらと思います。はい、結果を出すコツ2つ目というのは、自分に合ってるかどうかというところですね。はい、そして実は一番大きなのが次の3つ目のポイントです。次の動画でご紹介いたします。また見てください。ありがとうございます。